回皆さんこんにちは、X 通信です。いつもご覧いただきまして、本当にありがとうございます。いよいよね、12月入りまして、もう今年も、わずかにね、なりまして、皆さん、これから年始のご用意とか、まあ、年末の方ね、年越しの方も忙しくなると思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。はい。今日はね、鬱陶しいジャングルみたいなサンルームの中から失礼させていただきます。まあ、年末になりましたんで、今年の方のですね、今回は私が、今年、まあ何年かね、育ててきた中でですね、ああ、やはりこうだなというふうに育ててみて実感したことですね、5つまとめてお話しさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では、早速いきます。その前にちょっと説明するね。5つ実感したということは、今年特に感じたことであるとか、今まで感じたこととか、あまりあれもこれもね、言ってました、ね、時間ありませんので、5つにまとめて。で、具体的に話することもあれば、総称的に話することもありますので、また品種とか、それから皆さんの環境によっても違うこともあるかわかりませんので、そこはよくお含み置きいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。では、まず、一番目ね、ちょっと下スクリプトあるんですけどね、補足しながら言ってきますと、熱帯果樹たくさん育ててますけどね、本土でも育てやすいかどうか、本土でも育てやすいというふうに実感されておられるかと思います。でもこれですけどね、本土でって言いましても、日本は広いですよね。沖縄もあれば、北海道もある。それぞれ住んでる方が自分の上で住んでるところで栽培して、話をしたりとか実感しておられることなんで、やはり沖縄とそれから北海道、また本州、まあ大体中部ぐらいね、行ってます。私は違うと思うんですよね。ですから、沖縄で、仮にですよ、別に名無しじゃなくて、いろんなまあ栽培家さんいらっしゃってっていうところでですね、あたかもまあ、育てやすいというふうには言ってまでないまでも、あたかも見てたらこう育てやすいように見えると。で、バキバキ剪定すれば、どんどん実がなっている。それだったらうちでもできるんじゃないかっていう。きっとそうじゃないんですよね。奈良なんかではでしたら、冬になりますと、やはり外はマイナス3度ぐらいまで下がるんですよ。でサンルームでも、ここ、無加温ですけども、5度ぐらいかな。です。で、仮にですね、まあ、品種的に言いましたら、龍眼とか、もしかしたらライチとかですね、それからパッションフルーツのエドリス、あのあたりはいけるかなというふうに思うんですよ、無加温でもね、入れといたら。ちょっと日当たりのいいところもあって。ところが、マンゴーあたりになりますと、じゃあ、5度、よく書いてあるんです。5度、体感温度5度って書いてあって。あ、だったらうちも大丈夫だって。私も最初実はそう思ってたんですよ。ところがそうじゃないんですね。仮にまあ、マンゴーの例を取っていきますと、まずですね、5度というのは最低の線。で、マンゴーは15度で成長が止まる。で、成長が止まって、それ以下になりましたら、もう、木の体力がかなり なくなっちゃうんですね。ですから、水を吸収する力もなければ、もちろん、休眠に入ってくるということもあるかわかりません。ですけど、なかなかそこから回復しきれずに、朽ちてしまう。去年はそれで、一本やられかけまして、もしかしたら二本目のやつも合うんですけどね、やられてるんですよね。まあ、そういう話なんで、ちょっと難しいかもわかりません。で、やはり10度ぐらいは、パッションフルーツのいろいろ種類もそうですけど、いますから、最低、安全圏でいるというふうに思いますから、この辺がなかったらね、やはりね、難しいかな、と思うんですね。で、まあ、仮に北海道なんかの方で、お育てになるか、東北とかね、方はですね、やはり、温室揃えて、少し加温してやらなければならない。その、電気代とかね、燃料代はバカにならないんで、その辺はね、やはり、ちょっと注意されなかったらいいかな、ということで、言えば、必ずしも育てやすいということではなくて、ということだと思います。はい。二つ目。これはね、宣伝で書いてあってね、ええと思ったんですけどね。ぶどうなんですけども、
シャインマスカットは雨よけでも育てられるって書いてあった。まあ、どこと言いませんし、まあ実際そこでも育てられて収穫されてるんじゃないかと思います。ですけど、ここなんですけどもね、ブドウ全般的に、特に欧州系のブドウは雨に弱いというのは皆さんご存知だと思うんですけども、アメリカ系のブドウでもですね、やはりね、雨が長期的に降ると、今年の雨みたいにね、降ると、やっぱ弱ってくるんですね。良くないですね。はい。ですから、それから言いましたら、ブドウ全体はやはり過湿が嫌うという、過湿を嫌うイコール、雨を嫌うということだと思うんですね。ということで、シャインマスカットなどはですね、やはり雨よけなかったら、なかなか育てない。複数やはり、私の友達にも、いてますけども、シャインマスカット育てた方ね、いてますけども、やはり雨なかったら、葉が溶けていけちゃう。成長しないということがありますから、よくご覧になりましたらね、やはり農家さんはきちっと、巨峰、あるいは、いわゆる大見系のブドウですよね。ああいうものでも、雨よけをしてですね、で、そこそこ、装備をちゃんとなさいまして、それで育って商品化するということなんですね。まあ、素人では、アメリカ系のブドウでは、まあ、うちもナイアガラの雨よけしてませんけども、育ちますけども、かといってね、やはりもそれも綺麗に雨よけすると、綺麗にもっともっと実って、痛みのないね、いいものができるということから考えますと、ブドウは一般的にね、雨に弱いということは、痛感しましたね。で、BK シードレスは、今回雨でたたられて、北東病になって、アウトになった。そういうのは、私らは栽培、趣味で栽培してますけども、農家さんでね、商品化されてるところなんかやっぱりかなりね、泣かれたところもあると思うんですよ。それから言いましたらね、ブドウもやはり、そこそこね、難しいところもあるというふうに思います。はい。三つ目。果樹はですね、鉢栽培でも育てられるということですね。それは、確かに育てられますけども、ただ一つ、実感で制約って言いますか、ありまして、鉢栽培で育てられる実の数というのは、限られてくるということですね。そこを、まあ、勘違いって言いますか、私も最初思ってたんですけども、水であって、肥料を与えればね、どんどん大きくなって、どんどん実る。まあ、品種的にはそれはあるものもあるかわかりませんけども、決してそうではなくて、ある程度実ってたら、自分の木の体力に相談をしながらですね、木は実をつけて、で、落としていくと。そういうプロセスなんだと思いますね。ですから、鉢もね、大きくで大きいほどいいっていうのは、まあ、それはわかるんですけども、ただし人間がその鉢を抱えて移動したりとかいうようなことになってきますから、せいぜいそうですね、25リッターか30リッターぐらいが限度と思います。それ以上は台車に置いて、また世話に庭のところをね、運搬せればならないということになりますから、まあ、そこはね、鉢栽培でということでありましたら、少しでもいいからいろんなものを育てていらっしゃいたいと。それはまあ、丸だと思いますね。ですけど、一つの鉢でたくさん実らしたいというのは、三角か種によっては×と思います。ということです。はい。四つ目。よく宣伝でですね、私も見ます。自己結実するかどうかというのを見て買ったりしますよね。はい。それはそうなんです。それは正解だと思うんですけども、じゃあ、自己結実するからといってたくさん実る、あるいは、安心かといったらきっとそうじゃないんですよね。それは私の場合フィジアでちょっと感じてまして、自己結しますってたくさん書いてるんで、だそれは安心なんですよ。ですけど、かといって自己結するからといって、それを育てて3年本経って、じゃあ実がポコポコポコね、なるかって、そうじゃないんです。なかなか手で一生懸命自分のね、自己結実の花粉でそこをやってつけましたけども、なかなか実らない。はい。思うように実らないですね。こう、結実しないんですね。ところが、他の品種、例えばフェジアの芽の場合で言いましたら、私どもの何種か育てますから、プリティグリーンの花粉をたくさん集めて、マンモスの木に与えると、
マンモスがたくさん今年40個ほどになりました。その逆も真理なんですね。マンモスの花粉をフェージプリティグリーンに与えますと緑もある程度良くなるということで、ですから自己決裂するものをイコールね安心ということではないと思います。ただまあそうですね、パッションフルーツの紫種なんかは自己決裂する能力が強いんで確かにそれはなります。ですけども紫種でも例えば黄色の種の花粉とか同じ種類の他の新種のね、花粉を与えるとよく結実しまして実が大きくいいものができると、そういうことになると思いますんで、自己結実イコール安心じゃなくて、他の品種の花粉を与えてやるということは大切かというふうにも思います。はい、で最後ですね、これはですね、肥料は有機肥料が望ましいということですね。これもねちょっとね考えてまして、イチジクなんかの方になんかでしたらね、牛糞入れて、クドも入れて、石灰クドですね入れて、それから鶏糞も与えるんですよ。それでこうもう一度こう土を掘り返しまして、来年用に用意するんです。はい、ですけどもここまではいいんですよ。他の果樹もブドウなんかもそうです。ここまでいいんですけども実ってきましたらね、やはり養分がどんどん吸収されていくんですよ。はい、でその分をまた有機肥料で与えるということも悪くはないと思うんですけども、ただ有機肥料の方の成分は非常に、化学肥料から比べて薄いです。例えばリン酸塩 の, その数値で言いましたらね、例えば窒素リン酸塩カリですか、それで言ったら普通の化学肥料でしたら888とか10、10、10ってですけども、鶏糞に至ってはですね2とか3とか2とか2、2、2とか3とか3とかすごく低いんですよね。そんなものをたくさんどこまあ与えたくさん与えれば与えるのいいんでしょうけど、根腐りを起こしたりとか腐敗したりとかしちゃったらいけませんから、やはりね効率はその場合は追肥の時にはやっぱり、弱いですね。ですから今年はまあイチジクもそうでしたペジェもそうでしたけども888の化学量をたくさん与えましたら、やはり秋 の, 半ば以降ぐらいまでってイチジクもなりましたし、ペジェの方も大きい実になりました。はい、そういう意味から考えると化学肥料もやはり適時与えないといい実もできないんじゃないかと。そればっかりでもいけないとは思いますけどね、土をね化学肥料に任せるのもいけないと思いますけども、その化学肥料の方の比率をよく考えて多めに与えると成長が良くてかつ実もいいものができると、そういうことではないかと思います。はい、以上ちょっと長くなりましたけども、今年最後の方の私の教訓5箇条というタイトルで、ご説明させていただきました。まあ皆さんいかがでしょうか。この中で当たってるなという方もあれば、うちではそうじゃないよっていうでは結構言ってあるかもわかりません。ですけども大体ここ何年か育ててみてね実感するところはこうではないかということで、2021年の12月の締めくくりとして、はい、レポートをさせていただきました。ご覧いただきましてありがとうございました。また皆さんとねこのチャンネルでお会いしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。はい、今日もねたくさんの方にご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとねこのチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではごきげんよう。さようなら。